時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830。ジュリ澤田賢治さんのライブツアー、まだまだ一生懸命の東京国際フォーラムホール A 公演、こちらが日程変更になるというニュースが入ってきました。澤田賢治さんのオフィシャルサイトから引用させてご紹介させてもらいます。2022年11月15日火曜日、東京国際フォーラムホール A で開催予定だった、こちらの公演がですね、主催者側の不手際があったということでございまして、前日11月14日月曜日に日程が変更することとなりました。会場は16時半、開演が18時の予定だったわけなんですけども、この会場開演もそのまま移動ということで、2022年11月14日月曜日、東京国際フォーラムホール A、 会場16時半、4時半ですね、開演が18時、夜の6時ですね、に開催が決定したということなんですよね。でそもそもの11月15日のチケットをお持ちの方はですね、特に、変更の手続きなどなく、そのまま14日のチケットとして有効になるそうでございますので、そのチケットをお持ちになって14日にご来場いただけたらなという感じでございます。ただどうしても14日に変更になった場合、来場できない、方に関してはですね、払い戻しが実施されるということなんですよね。払い戻しの詳細に関しては、お買い求めいただいたチケット会社よりメールが近日中に届くということなので、そちらの、メールに従って払い戻しの手続きをよろしくお願いしますということでございます。詳しくはジュリー澤田賢治さんのオフィシャルサイト等をご覧ください。こちらの情報は2022年10月7日金曜日のお昼3時確認分となります。情報の変更等がございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シーレモンでした。